皆さん、こんにちは。こんにちは。金村さんの古巣、日本ハム10連敗、なぜ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 。かわいいな。かわいいけど、俺、泣いてますよ、今。もう俺、本当に。でもね、これね、7月、2勝11敗なんです。これ、とんでもない負け方してて、最後10連敗で終わってですね。で、この要因って、まあ、6月の最後の日から、7月の頭、オリックス、ソフトバンク、ロッテって、1位、2位、3位のチームってやったんですよ。それで、2勝6敗だったの。そこで、やっぱ完全に力負けしたんですよね。で、その影響で、もうそこからもうずっと連敗で、で、しかも今年の象徴で、前もちょっと言ったんですけど、1点差負けが、この10連敗の中でも7連敗。こんな負けることあるかって。で、トータルで考えたら今9勝25敗なんですよ。ハムが本当に強くなっていくのは、これをだから25勝9敗はちょっとできすぎですけど、これ普通に考えてそれひっくり返したら、本当に首位にいるんですよ。で、若い選手だからっていうね、で、新庄監督も戦えるようになってきたって言ってるんだけども、実際現実って厳しくて、じゃあ、で、3対2の試合がめちゃくちゃ多いんですよ。じゃあ3対2で、これ勝つのってあと2点取んなきゃいけないですよ。2点取るってめちゃくちゃしんどくないですか？で、そこの力っていうのはもう相当必要なんですよ。で、やっぱりその接戦が多くなってくるといいピッチャーが出てきますよね、相手も。で、そうなるともう塁にも出なくなっちゃうんですよ、現状ファイターズは。だから新庄監督がなんとか1点取ろうっていういろんな作戦立てながらやる監督だけど、ランナー出ないから何にもできないですよ。これがずっと続いてます、今。で、前回僕がファイターズこれ戦力整ってきましたよという話をして、怪我人が続々帰ってきてますって話したんですよ。その怪我人帰ってきたのは嬉しいんだけども、まだ日替わりやるんですよね。だいたいショート、セカンド、センター、キャッチャー、全員3人ずついるんですよ。これ、1日ごとに変えてるんですよ。いつまでやるのかなって、僕は思ってて。で、やっぱそろそろ腹据えて戦っていかないと、来年のためにもね、その、みんながちょこちょこ打つんですよ。だからやっぱこの選手も使ってあげなきゃ、この選手も使ってあげなきゃっていう感じにもなってんのも事実で。で、なんか最近なんかちょっとその、1番万波、2番清宮みたいな、なんかその中軸まで全部動かしちゃったりとか、結構ちょっと、だからなんとかこの状況を打破しようとして、新庄監督すごい頑張って考えてやってるんだけど、全然機能しなくなってますよね。質問なんですけど、1点差負けでこんだけ続いて負けるって、負けるときって、1点差で負ける方が、結構まあ、諦めずに戦わなきゃいけないから、体力も疲弊したりとかってあったりするんですか？もちろんです。だからそうなってくると、一番大変なのは中継ぎ投手なんですね。で、やっぱり接戦になってきて、系統入ってくる。で、結構多いのが、同点で行ったりしながら、最後までこう攻撃陣が何も起こらずに、耐えきれずに失点して負けるとか、それってすごく疲労が残る負け方なんですよね。で、例えばそれも延長戦とかも結構多いし、そうやって考えると、負け方も悪い。その、郡司選手と山本投手がこうバッテリー組んだって、組んで試合した時があったと思うんですけど、その試合はどう見てましたか？それ僕解説してたんですよ。いや、なんか山本投手の可能性を感じたというか、うん、俺全然先発やらしいなと思ったし、ドラゴンズ時代の中継ぎで見てたイメージよりもめちゃくちゃ格段に良くなってますね。なんかドラゴンズもったいないなって思っちゃったです。ちょっとどんなところが良かったなって思いました？まず球種がすごく増えてて、で、その球種が全部操れてた。これに僕すごく驚いて、中継ぎで何試合かやって先発させたんですね。で、先発で、で、これ、で、2回で確か22球とか、理想的な球数だったんです。うわ、これ、4回ぐらい投げさせてもいいなってちょっと思ったんだけど、パッて切ったんですよ。もうこれはベンチが、立山コーチと新庄監督が、あ、これもう中継ぎの救世主になってもらおうって絶対思ったんです。いろんなポジションで使える。これは本当にいいピッチャーです。あの、郡司選手もお立ち台に上がったり、もう本当大活躍だと思うんですけど、金村さん的には郡司選手はどう見てますか？
キャッチャーのスタメンの時にもうちょっと打たないとダメかなって、うん、やっぱもっと試合出るためには。で DH でずっと打ってたりしたけど、で逆に言うとあれだけ打つとバッテリーの攻めが厳しくなってくるし、で結構いいとこいい打順打ったり3番キャッチャーやったり1番に入ってみたりとか、で結構ポイントになるとこにやっぱ打率もいいから、まあ今3割切っちゃってるけど、やっぱそこってやっぱ相手ピッチャーが注意するってことだよね。そうなってきた時にやっぱちょっと今打撃の方も落ちてきちゃってるし、でもここはもう一つ壁を乗り越えなきゃいけないところで、うん、もっともっと活躍しなきゃダメと僕は思います。日本ハムの投手陣ってすみません教えていただきたいです。投手防御率は1位だし、先発もしっかりゲーム作ってる、クオリティスタート確実にやってるから、もうだから本当にその終盤の攻撃だけだと僕は思ってるんですよね。で先発もやっぱりずっと頑張って我慢して言ってるけど、やっぱ最後の最後力尽きたりするし、本当に噛み合ってないというか、もう先発陣はちょっと鈴木健也が2試合続けてやられてるのかな、ちょっとそこは気になるところではあるんですけど、まあ4人ですよね今だから、北山とエース3人、上沢、加藤、伊藤大海、この4本は素晴らしいですよ。絶対クオリティスタートしてる。で中継ぎも厚み出てきたし、それこそ山本拓実入って、それでいくとそこの日本ハムを3立てしたのが西武が頑張ってきてますね。これ西武最後6連勝かな、これも多分驚かれると思いますけど、7月6勝7敗なんですよ。7連敗してたんですその前。これってどうやってオールスターブレイク入るかって、これすごく重要で、オールスターブレイクって4日間あるんですよ。で大体のチームが多分2日間丸々リフレッシュできるんですね。で例えば家族サービスしたりとかで、そこをやっぱ10連敗で終わって入るのと6連勝で入るの全然違う。で後半のやっぱり一発目の入り方が違うから、まずいや正直選手が足りてないんじゃないかなって、そんななんかこう見てたんですけど、6連勝とかするとやっぱえもしかしてって、うん、だからちょっと正直戦力的にはかわいそうな部分っていうのもあるんですけど、だから逆に言うとだからチャンスの選手がいっぱい出てきてるわけですよね。でちょっと怖さはなくなってるけども、コツコツつないだり、それこそ足を絡めたりとかで、ピッチャー陣はもともといいから、そういうところでうまいこと最近ちょっと噛み合ってきたかなっていうのは。外崎さんすげえ盗塁増えてるのって、うん、なんかあるんですかね。いや今年ったらバッティングも調子いいんですよ、うん、だコンディションがいいだけだと僕は思ってます。だから何年もレギュラー張ってる選手ってやっぱり体ボロボロ、それこそ山田哲人じゃないですけど、やっぱり体があちこち痛み出して、そこを我慢しながらレギュラーってやってるんですよね、うんうん、でそう考えると、この先なんかいつかの去年かな、一昨年かな、あんまり出ない年だったんですよね。2021年に出てないですね。そうですね、はい、でそういうのもあったりしながら、だからちょっとやっぱり体をしっかりこう休める期間もできたりとかしながら、今年多分開幕からすごい体の状態僕良かったと思ってる。だからバッティングも3割超えてたし、最初の頃ボコボコ打ってましたよ。いや30歳でこんな走る、またなんか盗塁が増えてきててすごいなって、なんか素人目になんか見てました、うん、なんかソフトバンクが実はあの9連敗してフィニッシュしたんですけど、ソフトバンクはどう見てますか？まさかですね、うん、まさかまさかですけど、多分ね僕2得点ぐらいしかしてないんですよ、ほとんど。もう完全に打線なんですよこれ。例えばじゃあモイネロが離脱したとか、いろんなショッキングな出来事も多分あったと思うんですけど、まずはもう打線が全く機能してないです。繋がらない。8試合もう2点以下ですね。ただですよ、まあ、戦力考えたら全然大丈夫、全然立て直せる戦力なんですよ。でもちょっとモイネロがもう今シーズン無理っていう、これは大打撃だと思いますね。まあでもそれを補えるピッチャーがいっぱい、150キロ超えるピッチャーがいっぱい後ろにいるんで、うん、そこもまあ問題ないのかなとは思ってます。こんだけ負けるってやっぱインパクトはでかいですね、正直。その他のチームの試合ばっかり見てる人間からすると、
こんな巨大戦力でもこんなに負けて。だってあれだけ1位から3位団子で日替わりで順位変わったりしてたのに、これね見たらオリックス8勝4敗、ロッテ8勝4敗で、ソフトバンクは4勝10敗なんですよ。ここで一気にパッて開いちゃいましたね今ね。やっぱりオリックスって全部の月勝ち越ししてるんですよ。コツコツ貯金積み重ねてる。やっぱり強いなって思います。波がないんですよ。すごい。本宮が出てきたり、俊平と出てきたりって、やっぱり、その起爆剤となる選手がやっぱ、いるチームが強いんですよ。チーム困ったなっていう時の救世主。これがいるチームがやっぱり、上にいると僕は思います。本当素人だから、やっぱ俊平さん投げるのはショートアームだなと思いながら見るようになりましたからね。本当素人、マジで。もうソフトバンク、ああいう状態になったら手も足も出なかったですね。7回無失点。素晴らしかった。なんかね、派手な連勝ないんですよ。だからやっぱ先発がしっかり勝てるピッチャーが揃ってるっていうのは強みで、もう2勝1敗がやっぱ多いんですよね。ちょっと中島監督で言うと、オールスターで、監督推薦しなかったらやっぱ怒ってらっしゃる方が結構いらっしゃるんですけど、いやそれはそういう見方されてもしょうがないのかなって、あそうすか思っちゃいますね。やっぱで自分のチームの選手だからちょっと大事にしてんじゃないかみたいな見方されるのはこれはしょうがないです。特に日本ハムのファンの方が頭で当たるので、うん、うん、そこで万全に来るやろっていうことですよね。まあ宮城さんは調整できますよね、出ないですからね。まあ、中島監督の思いも僕はやっぱすごくわかるし、親心だし、彼を大事に、日本の球界の宝だから壊すわけにもいかないしって、だからそこの優先順位ってどうなんだって考えたら、だから中島監督の気持ちわかる、言う人の気持ちわかる。中島監督は決して別になんかそのあれですよね、なんかこう自分のチームのためにっていう風にやってることじゃないですよね。これ他のチームの選手だったとしても多分されてる可能性はありますよね、うん、これ。ただ中島監督はやっぱり自分のチームのピッチャーしか分かんないんですよ。どういうぐらい疲労してんだとか、あ それって自分が動かしてるか分かるじゃないですか。他のチーム登板数だけ見て決めちゃったりしたらどれだけ疲労してるかなんか分かんないじゃないですか。うん、だからやっぱそういう目でやっぱ吉野も大丈夫かな、体、あこのまま行ったら心配だなとかっていう目で見てるはずなんですよ。それはね難しいとこ。やっぱりでもオールスターで休めると選手はだいぶ助かる部分はやっぱりありますよね。でもそれもね、だから吉野ぐらいが毎年出てるわけですから、じゃあ1回ぐらいちょっと出ないで休んでもいいんじゃないのっていう親心でしたけど結果出るっていうね、プラスもあるっていう。でも結構ですよ、この前宮本さんの回でも出した時に結構コメント欄喧嘩しまくってますもんね。もう、いやこれは難しい。でもファンのこと考えたらやっぱ出なきゃいけない選手ですよ。うん、それはやっぱり思います。楽天がすっごい順位上げてきてるんですけど、これはどうご覧になってますか？だいぶね、7月始まる時点でハムが4位でちょっと浮いてたんですよね。で5位6位西武と楽天がこう争ってる感じでちょっと離れてたんですけど、もう完全にまくってもう4位中ブラリン状態になってるんですけど、11勝3敗なんですよ。でこの要因ってもう明らかに、僕前に楽天の話した時ってもう浅村島内が全然ダメだからこういうチーム状態ですって話したんですけど、浅村が今もう絶好調で本来の力発揮しだしたんですよ。いやめちゃくちゃ上がってる、めちゃくちゃ打ってるんですよ今。2割7分5厘、7分上がってますね。上がってるでしょ。わすげえ、めちゃくちゃ打ってる。ホームランも量産してるんですよ。5打数5安打の日がある。はい、そうなんです。でもう一つ、村林っていう選手が右バッターなんですけど、ショートのこれが上がってきて3割2分ぐらい打ってるのかな、2、3分打ってるのかな。めちゃくちゃいい選手なんですよ。彼8年目らしいんですけど、あんまり見たことなくて。で、ちょっと僕前言ってたじゃないですか。右バッターが足りないとか。で、若い選手が全然育ってないって。で、今年チャンスって言いましたよね。若い選手が出てくるチャンスの年だって。
で、島内選手もずっと2軍でいないんですよ。で、そういうところでこういろんな若い選手が出だして、で、この村林選手、すごいです。めちゃくちゃいい選手。こんな選手おったのっていう。だからこれ、過去8年僕、全然知らない選手です。実際打撃成績もいいですけど、守備もいいんですか？守備もいい。足もあるし。すごい。こんな選手埋もれてたんだと思って、だから、そう。で、小深田選手セカンド持ってって、1、2番組んでるんですけど、いや、めちゃくちゃいい。すげえ、なんか、大阪の府立の高校出身ですよ、ドラフト7位。だから僕も全然知らない選手だった。え、何このいい選手と思って。へぇ。それ上がってきて使い出して、めちゃくちゃチーム状態が良くなってるんですよ。で、僕言ったように、今、右がバランスよくずっと散りばめられてて。いや、おっしゃってましたよ、右打者の話。で、今、伊藤幸也とか、ね、フランコ、外国人選手もまた打ち出してるし、ちょっとね、今、打点がすごい活発です。要注意、これ A クラスまで絡めるぐらいの勢い今ありますよ。本当に勢いありますよ。手つけれない。